おいっす、キャンプティーチャーのしゅーちゃんです。よろしくお願いします。本日はですね、買ってよかった登山ウェア、モンベルのインナーグローブがコスパ最強な件についてお話しします。やっぱりグローブっていうのは寒い時期の登山かなり重要な道具ですよね。グローブがしっかり選べないと凍傷の危険があります。それくらい末端っていうのは冷えやすいです。なんでグローブ選びっていうのはすごい大事でも、しゅーちゃんがグローブについて思うことが一個だけあって、なんだかわかります？そう、もうその通り、インナーグローブの消耗が激しいんですよ。使用頻度にもよるんですけど、ワンシーズンで買い替えかぐらいの消耗の激しさ、はい、これだけはなんとかならないかなと思っています。まあこれはね、でも言ってもしょうがないんですよね。インナーグローブっていうのは薄いですし、摩耗しちゃったらすぐ穴が開いちゃいます。これはもうしょうがない。だったらやっぱどのグローブがコスパいいんだという疑問、皆さん持ってるんじゃないですか。僕はずっと持ってました。今回その一つの答えを見つけましたので皆さんに紹介していきます。このチャンネルでは初心者の人がもっと登山楽しくなるような、そんな動画を作っていますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではモンベルの商品紹介いってみましょう。レッツゴー。私が今回紹介する商品はモンベルのメリノウールグローブタッチです。イエーイ、こちらです。知ってる人はかなり2ですよね。知らなかった人はもうお得情報届きました。この後はですね、このグローブのおすすめポイント3つと、雪山のグローブの選び方の考え方を少しだけ触れて、使用したレビューもお届けしたいと思います。じゃあまずはおすすめポイントいきますかね。3つあります。まず第一に値段です。まあコスパって言ってるので皆さん値段気になりますよね。いくらだと思います？ヒント、他のメーカーのメリノウール薄手グローブはだいたい4,000〜5,000円くらいします。あれ、となるとじゃあ3,000円くらい。のんのんのん、こいつはですね、1万高っ1,760円です。来ました、衝撃的な安さです。メリノウール薄手グローブって調べてみてください。まあだいたい4,000円〜5,000円ってするものがね多いです。2つ目はタッチ性能です。メリノウールタッチグローブですから、もちろんこのスマホの画面をタッチしたりっていうこともできます。これが雪山に行くときはもうすごい重要。雪山では素肌を見せないっていうのは基本的な戦略になっていきます。スマホとかでこう写真を撮りたいとかなんかあると思うんですよ。そういう時にタッチ性能のないグローブだとパッと外さなきゃいけない、で撮るじゃないですか。持ちながらこうやってて、ある瞬間油断すると飛んでっちゃうんですよ。山の上、稜線上とか特に風強いので飛んでっちゃう。そうするとこの手やばくないですか。なので雪山でグローブを外さない、素肌を見せないみたいなところはかなり重要なポイントになってきます。ただ1760円なんで、どれくらいのタッチ性能があるんですかね。ちょっとそこは不安ですよね。ぶっちゃけモンベルさん大丈夫ですかみたいな感じですよね。3つ目、今までの話は雪山のインナーグローブとしておすすめですよっていう話をしました。ただそれだけじゃないんです。雪山だけじゃなくて雪なし低山でもかなりおすすめです。タウンユースもか、うわー来ました。なぜなら暖かい雪山で使用するくらいの性能を持ったグローブです。下界でも使えますよね。あとは5000円ぐらいするインナーグローブを使ってたとします。でちょっとこう木の枝とか触ってこうやって登るときにビリッとかね、穴が開いたりとか、悲しい、もうなんかなんていうか泣いちゃうみたいな感じじゃないですか。まあもちろんね、安いからって適当に使っていいってわけじゃないですけど、まあ気持ち楽ですよね。使う方としてはまあ壊れちゃっても仕方ないかぐらいの気持ちで使えます。そういう意味で言うと雪なし低山でも通勤通学タウンユースもおすすめです。以上がこうおすすめポイントでした。とは言っても、辰野さんちょっと待ってください。他のメーカーだと5000円する商品が1760円、いくらモンベルさんでもやりすぎじゃない？それ性能大丈夫？って思いましたよね。いや、わかります、わかります。僕も思いました。大丈夫なん？僕も思いました。その通りです。なので、雪間行って確かめてきました。このメリノウールタッチグローブ、あったかさはどうなのか。ね？本当にタッチできるのかと。いやいや、耐久性どうなんだと。この後は、実際に雪山に行って使ってみたレビューと、使ってみたらやっぱりなーっていう思う部分があったので、そちらもね、最後紹介してこの動画終わりしますので、よかったら最後までご覧ください。雪山におけるグローブの選び方みたいな動画も出してますので、ぜひ概要欄にリンク貼ってあります。興味ありましたらそちらもクリックしてください。では、雪山に皆さん一緒に行ってみましょう。レッツゴー！
さあ始まりました、モンベルのメリノウールグローブタッチ、実際に山で使ってみたレビューになります。今回行ったのは群馬県にある浅間隠し山、標高約1750m の山です。奥に見えます綺麗な山は浅間山です。秋に行ってきたんですけど、カラマツの紅葉がめちゃくちゃ綺麗で、巨大なプッチンプリンを想像してしまいました。グローブの方ですけど、つけ心地はかなりいいです。ただやっぱりほつれが気になりますね。1回目の登山ですでに2箇所ほつれています。まあでも許容範囲内かなとも思います。この動画は実は1年前の動画になっています。それから1年このグローブ使ってきたんですけど、まだ実は穴は開いていない状態です。やっぱりウールっていうこともあって、ストレッチ性はかなり良かったです。そして気になるタッチ性能の方なんですけれども、かなり反応いいな。ミレーの手袋より反応いいけど、めちゃくちゃいい。これで雪山でも仕事のメールがチェックできる。すげえや。野生のバンギラス。メリノウールタッチグローブならバンギも捕まえられる。メリットはポケモン GO がやりやすいこと、デメリットはやっぱ仕事がやりやすいことですかね。装着する時の操作性もやっぱ大事ですよね。アイゼンをちょっと装着してみます。まあ手にフィットしてるサイズをしっかりと選べば、問題なく操作できます。この辺は他の薄手のグローブとそんな変わりないですね。この生地が厚手だからといってそんなに問題にはならない。お、いい感じや。あとは使用感ですね。めっちゃ雪ついてる。使用感ですね。今日の気候条件はこんな感じ。結構暖かい日よりで、まあ 1.5 度といっても結構運動してると暖かいです。むしろ暑いです。今日はポケットにねオーバーグローブ持っているんですけど、オーバーグローブもちょっと使うと暑いかなって感じ。全然このメリノウールグローブタッチで問題なく過ごせてます。なので今結構雪触って転んだりしてるんだけど、そんなに濡れてない、普通の高い薄手のグローブとやっぱそんなに変わらないです。今標高が大体1500から1700ぐらいなんですけど、まあ、そういう標高あたりで言えば、まあ、問題なくやっぱ使えますね、でやっぱこれ安いから、で1回目の使用でやっぱほつれちゃってるのはちょっと気になるけど、どんな薄手のグローブでも壊れるのめちゃくちゃ早いから、結局そんな厳しい環境に行かないのであれば、このメリノウールタッチグローブで全然いい。壊れたらまたこれを買い直す。この値段のね1760円という安さはやっぱね心に響くでしょう、初心者ハイカーの雪山登山チャレンジを応援してくれる素晴らしいアイテムです。レビューを終了したいと思います。この動画がいいなと思ったこの動画がいいなと思ってくれたあなた、チャンネル登録や友達にシェアしてもらえると嬉しいです。ではまた山の動画で会いましょう。